これは最終電車で帰宅する際に電車の中で起きた出来事です。僕の家は都心から離れていることもあって、いつもは21時くらいに電車に乗って帰宅するのですが、その日は珍しく友人と夜遅くまで飲んでしまい、最終電車に乗り込むこととなりました。都心から埼玉県の西部にある飯能駅へと向かい、そこから西部秩父行きの最終列車に乗りました。車内は僕以外誰もいなくて、なんとなく違和感を覚えたことを鮮明に覚えています。吐き気と眠気が入り混じったこの感覚がとても気持ち悪く、なんとか早く着かないものかということだけを考えていました。電車に揺られ半分くらいに差し掛かった時、列車はトンネルに入りました。あれ、こんな場所にトンネルなんてあったっけ。ぼんやりした意識の中で、私の中にあった違和感は少しずつ不安へと変わっていきました。確かさっき東阿賀野駅を出たところで、次は阿賀野駅だろうか。そんなことを考えていたら、電車がいつまで経っても駅に着かないことに気がつきました。いつもであればこの区間は5、6分で着くはずですし、快速や急行もありません。ただ自分が酔っ払っているだけで見逃してしまったのか、それともかの有名な木更津駅に連れてかれてしまうのか、そんなことをずっと考えていると不安がどんどんと募っていきました。すると何のアナウンスもないまま、見たこともない駅に電車が停車しました。この時、少しの好奇心のせいで外に出てしまったことを僕は後悔することになります。お疲れー。いや、これ業者そんな怖そうな顔した。いや、マジで電車駅来たのかと思って。アガノだよ。見てみろって。全然アガノだよ。全然人いないからさ。マジでビビってたんだけど。ほらほらほら。おお。大丈夫だよ。マジで本当ビビった。じゃあアガノ来たし、帰るべ。ああ、ありがとう。帰ろう。帰ろう。帰ってなさい。帰るべ。